皆さん的にルアーフィッシング以外で一番面白い釣りは何ですか？僕はアユの友釣りです。キハダマグロの、パラシュート、すぐ釣れるヒューッと落としてってブンブンってやるとパラシュートがパーンと開いて、そこからキビナゴがパーッとなって、でそこに一個だけ針がついてるんだよ。プンプンって振ったってます。2、3分待ってるとズン、あ、来た、ズン、ふーん、来たーって言って5、60キロがすぐ釣れるね。はい、村さん、餌釣りは、餌釣りしないんですか？しますよ、普通に。来月、再来月か、6月になるといつも、あの毎年ね、だってナマズ餌釣りじゃん、ね。6月になると、久米島ってとこに行くのよ。あのマグロ釣りに行くのね。それ餌です。で、2本釣ったら、まあルアーでもやるかっていう、そういう正解。最初からルアーなんてやりません。餌です。確実に50キロ取ってからね。はい、シーバスって引きの強さやエアライや首振りを含めて本当に楽しいと思いますが、王様的にどうですか？そう、いいと思います。あのね、ジャンプする魚ってワクワクするのよ、エアライとかね。なんでっていうと、ワクワクするっていうか、ドキドキするんじゃん。例えば鯉という魚がいる、バンかけんじゃん、あ、鯉だって言ったら、結構ドラム緩めたりなんかしてもバレないよね、どうせっていうのが、あんまり心配しない。跳ねる魚ってドキドキするのは、ちょっとバレないでやめて、あ、やめてってなるのよ。だから楽しいと思うよ。だからマグロとね、カジキってブワッカーっていくじゃん。マグロ跳ねないじゃん。だから、まあ、興奮する、やってかけてて興奮するのは、カジキ。マグロのでっかいのかけんじゃん、興奮しない。どうなるかっていうと、腰が痛くなる。はい、ちょ、やめて、もうやめてっていうせいで腰が痛くなる。ね、マグロは腰が痛い、カジキは興奮する。はい、さあ、切り抜き動画見た皆さん、こちらの方がですね、村田はじめのオンラインサロン YouTube バージョンの方でですね、流した映像、そこからこう切り抜かれたやつでございます。オンラインサロンの方ではですね、本当に一人一人のあんな疑問こんな疑問っていうのをですね、直にお答えして、村田はじめちょっと楽しみたいなという方はですね、ぜひご入会をよろしく。